デブ大久保チャンネルです。今日はなんかあの、はい、愛ちゃんが用意した数字があります、はい、まあ最近たまにやってるホームラン列伝なのに、愛ちゃんこの用意した数字は全く列伝になってないぞ。ですね。見せてみよう。はい、じゃんじゃん。ホームラン66本、安打191、盗塁21個。まあまあ普通の選手じゃないかこれ。誰だ。元木大輔さん。今熱い方ですよね。今も熱い方、ジャイアンツのヘッドコーチ。時さんのお話ぜひ聞かせていただきたいんですが。聞きたい。はい、大輔は、はい、やっぱり今原監督が、はい、原監督厳しいからね、野球に関して。その原監督が、はい、元木大輔をヘッドコーチに任命するということは相当できる男じゃなきゃしないよね。だってヘッドコーチいらないんだから、はい、原監督って。そもそもいらない監督ですね。自分で全部できちゃうから、はい、っていうことは大輔の能力プラス、うん、原監督は今後のジャイアンツももちろん考えてるから、うん、じゃあ今なら候補に、第一候補なんかは阿部慎之助だったりとかあるだろうけど、うん、まあ高橋由伸だってね、はい、また監督やることもあるだろうけど、やっぱいいヘッドコーチをつければ監督はどの監督もやりやすいっていうのも知ってるわけ。重要ポストですね。めっちゃくちゃ重要。じゃあヘッドコーチの役目ってどうなのかっていうと、はい、監督よりもこの戦況がどうなっていくかの先を読めなきゃまずダメなわけ。監督ってピッチャー交代だとかこの場がどうだとかサインだとかいろんなこと考えてるから、その先ももちろん考えてんだけど、突然その先の展開よりも今の展開になるケースも多々あるのね、はい、ゴルフで言うと、うん、ちょっと分かんないか分かんないけど、はい、真っすぐかスライスか考えてるうち上りを忘れちゃうとか、はい、俺もプロじゃない、上りっていうかちょっと強く打たなきゃ届かないのにラインだけ考えての、はい、最後に上りを忘れて手前だったとか、うーん、俺上り忘れちゃってたとかっていうことが監督もあって、はい、うん、その先の選挙よりも今どうしようかとか、ホワイトボードに何人いてこうどうしようかな、こうピッチャーこだろ、あっち代打くんだろ、これと入れるんだろうって言ってるうち、先の展開っていうのはその起用の展開はあるけど、この展開がどうゲームが動いていくかを忘れるわけ、うん、はい、その時にヘッドコーチが、監督この点差3点負けてるけど必ず追いつけますんでその用意させておきましょうかとか、うちは橋上さんってヘッドコーチだったんだけど、ものすごく先の選挙を読める人で、だから監督とこれ今負け試合と捉えないで勝ち試合としてピッチャー起用も頭入れててもらえますかとか、そこのなんではいらないわけ、先読んでくれてるとこっちも死んでるか分かった、はい、じゃあクルーズ入れちゃおうかなとか、うーん、っていう先を読める待つことができなきゃいけない、はい、でもう一つ絶対的なことは監督を絶対超えちゃいけないっていう、監督のみたいなことをヘッドがやるのはもう一番やっちゃいけないことなんだ。お前監督かお前みたいなヘッドコーチもいたわけ、うん、お前が決めんなよって、監督にお伺い立てるのがヘッドじゃないかっていう、うん、でコーチ陣の悩みもヘッドが聞いてで監督に伝えるとか、選手のことも聞いて監督に伝えるとかって、伝えるだけじゃなくて今こういう状況になってるんでこういう方法はいかがですかって言ってくれる人がいいわけ、その何個もこう情報をくれて、はい、でこれってありがたくて、だそれが元木ができてなかったとしたらヘッドコーチやる前にね、そういう子じゃないって、そういうやつじゃないと思ったら監督は原さんは絶対してないわけ、うん、ただ元木大輔という男を語らせてもらいますと、はい、現役の時に、はい、今統一球って言ってさ、水野のボールなのね、はい、全部、うん、昔は球団が選んでよかったの、試合で使うボールって。そうなんですか、うん、でジャイアンツは玉沢っていうメーカーと水野ってメーカーがあったの、はい、まあ、ピッチャーによってもそうだし、うん、相手打線によってもそうだし、その何を使うかが当日分かるの、その3連戦の頭にとか、まあ当日頭っていうか、まあ毎試合決まるのね、はい、でその使うボールを玉沢のボールを1打数相手チームに曲げるの、うん、ブルペン用に、はい、ピッチャーがピッチャーで一番関係あるの、うん、でもちゃんと平等になるようにボールも渡すわけ、はい、だから何を使うかはキャッチャーもちろん知ってんのね、野手よりも知ってんの、ピッチャーが何使うか、うん、いや今日水野だなとか、やっぱり正直水野の方が飛んだの、そう簡単には空振り取れる人は水野なんかでもいいわけ、うんうん、前にカチャンって飛ばされる人は飛ぶボールだとホームラン入っちゃうこともあるから、うん、玉沢いいのになとか思ってた時があるの、そのぐらいシビアになってたので、ある試合で元木がホームランを打ったの、はい、今みたいにカットとかツーシームとかさ、フォーシームとか呼び名がなかった、まっすぐカーブシュートスライダーフォークって時代だから、はい、だからそのスライダーが縦に落ちるスライダー、縦スラっていう、スライダーってこういう球なんだけどさ、うん、中に縦スラっていう人もいるわけ、はい、それフォークと横から見てると見分けがつかないから、うん、大輔が帰ってきた時に俺あいつ何言ったんかなと思って、うん、俺も試合出てたから、はい、で大輔帰ってきて、うん、大輔お前今 何言ったって、うん、まあ、スライ縦スラかフォークか聞いたつもりなのに、うん、今すか水野ですお前ボールメーカーの話はいいんだよ違うだろっていうことを言えたり
デーブさんが一番よく知っていることですもんね、今日は水野か、ね、そうそう、水野さんの話はいいんだよっていうで、前にもしたか分かんないけどどんどん喋っちゃうけど、お願いします。見てない人もいるからさ、はい、甲子園球場って、はい、まあ、その頃は1台で移動だったのね、全員バスが。で、途中から桑田が言い出して、はい、まあ、桑田タバコ大嫌いだから、うん、喫煙者と禁煙者に分けてくれって2台になったの、はい、その頃にパンパンって行ったのね、1台で。俺は原さんの横だったの。俺からすら嬉しいじゃない、はい、憧れだった人の横で座れてさ、うん、原さんいいっすかと思って座って、うん、だいぶ暖かくなったねってほのぼのすみませんあとだいぶお前さん狭くなったぞって30分ぐらいの本ですからって。竹園ってさ、芦屋の駅前から行くんだけど、まあ、30分かからないぐらいで行くわけ、はい、たまたま若いやつは後ろから詰めてくんだけど、うん、大好きはそんな若いけどそんな若手でもないけど、まあ、ギリギリだったの、まあ、若手の部類、はい、で大好き補助席座ったの、うん、そしたらさ、新聞読んでんだな、あいつこいつ読めんのかなと思ってたんだけど、はい、案の定デーブってちょっと見てくれるって俺に出すわけ。何って言ったら、これ巨人苦手の伸び悩みってどういう意味っていうの、はい、大好きお前これ巨人若手の伸び悩みってお前のことだ、お前らのことだ原さんも爆笑だお前本当かってなって、はい、お前冗談だろってなったの、はい、で信号で止まったら、うん、大輔って原さんが、大輔あそこのさ、あの駐車場にあるさ字読んでごらん、はい、なんか読み方あるんでしょうけど、あれは普通に読まなきゃおかしいですよ、結局駐車場ですそうだな大輔、そうだな、お前さんそれはな月決めって覚えといた方がいいぞってあれも笑ったな、甲子園行く前に俺がさ、はい、大輔お前どうやってじゃあ新聞読めてんのって、うんうんうん、気になりますねあのいいっすかって、写真とひらがなだけ読めたってわかんですよ、内定何言ってんかってすごくない、そのイメージ力もすごいですよね、ひらがなと写真だけでこう、まあ、確かにわかるじゃん、はい、読めない漢字ばっかりじゃないだろうけど、はい、まあ、でも大体ことごとくちょっと難しいのは読めないわけよ、はい、そういう選手だったの、はい、ファール入れたじゃん、その水かけちゃったとかさ、はい、ね、本当ですねで、なんかやるとだからね、あいつはねもう超副交感神経優位な天才肌だと思う、うん、もうなんかゲームも遊びみたいにやるわけ、はい、もう右打ちしなくていい時もなんかわざと右打ちすんのかみたいなことやったりとかさ、はい、守備も俺がキャッチャーやってても普通はまあベンチの指示ってのはもちろん出てるし、傾向ってこう赤い線がヒットの線なのね、紙に書いてある、はい、で黒い線の点々がゴロでボンダー、赤い線の点々はまあなゴロでヒットとかって全部出てるわけ、もうすごい最後なんかもう真っ赤と真っ黒だって500打席だったら500打席分あんだからそれを見るから傾向って出るわけ、うん、でもそれでもちろんスッともう守備とかみんなに頭入ってるからスッとつくんだけど、突然大輔が1、2塁間に行ってるわけ、はい、もうセンター方向しか行かない、はい、センターから左しか行かない右バッターなのに、うんうん、こいつどこ行ってんだと思って、うん、いや俺は大輔ってお前こっち来いこっちって言って、こっち来いって言ってって俺は言うわけ、はい、もういいやと思って、うんうんうん、本当に一塁間が正面で取ったとか、おお天才ですね、漢字は読めねえけどこいつすげえなと思って、うん、怒られてんのも分かってないと思う、怒られてるっていう自覚がない、うん、幸せな方ですそう、ただ野球の話をすると、うん、じゃあこの明確な今の漢字が読めなかったっていう話はないんだけど、うん、もうそのいや例えばランナーがこうだったら、うん、打球判断だとこうやってホーム入れるのに、うん、走塁もねゴロゴーっていうサインがあるわけ、はい、ゴロは行けと、うん、でもそのストップってサインが昔はあったの、うん、ストップって、はい、行くなと、うん、内野ゴロでも、うん、行っちゃダメっていう、そう大輔なんかはいやゴロストップだとポーンっていう打球の時ホーム入れるのにもったいないですよねとか、当たり前なんだけどそれを口に出せてもったいないのに行っちゃった方がいいですよね、うん、僕行っちゃいますみたいな、ゴロゴーなのにホームインしてくるタイプなの、ベンチはゴロゴーだったろって言いたいけど言えないわけ、はい、1点入ってるんだよ、ね、そうですねで、なんで昔ゴロストップゴロでもストップってサインがあったかっていうと、うん、土のグラウンドだからこんなボーンって打球はなかったのよ、あー跳ねないってことですか、うん、そうそうそう、はい、もうベースに1回ワンバンがパーンって当たったぐらいの時だったの、うん、そう今は人工芝だから打ったのがパーン
ーンってこう打球が出だして、打球判断ってサインが出だしたの。あ、そういうことだったんですね。そうそう、その違いがあるんだけど、大輔は平気でホームインしてくるタイプとか、はい、だから、まあ、それもあるし、元木大輔っていう男とそのバッティングの話でも、うん、きちっと明確に形のメカニックなことは言える選手っても言えるし、うんうん、守備もで、その時に長嶋監督が俺のことを見てたんだと思うんだよね。俺がこっちこっちこって平気でやってたら、翌日のミーティングで監督がいいかと、ベンチからのサインでな、あのポジショニングがあってもいいか、自分でここだと思ったら守っていいぞって言い出したの。あ、はい、あ監督見てたんかなって。うーん、で監督も自分の話していいか、俺もな、川上さんの時こうやって言ったけど俺は動かない、動かなかったぞ俺は三遊間だ俺は動かないってみんなの前でやってんだよ、はい、そしたら正面だよ、ここなんだろう野球ってのは、みんないいかって、じゃあサインはいらないんじゃないかなって。確かにそうなっちゃいますね。そう、やっぱあの長嶋監督も、うん、元木っていうくせ者って名前つけて、うん、もうそういう野球が好きだったんで、はい、うん、普通じゃダメっていう、うんうん、ようなことを長嶋監督にも認めさせるプレースタイルがあったから、うん、だから漢字が読めなくても大丈夫なわけ。そうですね、これから野球ファンに夢を与えるのが元木大輔っていう、元木、はい、大輔が夢を与えるっていうテーマでね、はい、そういうテーマでしたっけ。そう、はい、だから、まあ、これから相手がこうヘッドコーチとして伝ってくれれば、はい、怒れるのも怒れるからね、グラウンド行ったって。いやでもね、そう思った俺キャンプでね、去年か、去年はもう本当に大輔がまだヘッドじゃなかったんだけど、はい、まあこうかましってドーン言えるし、はい、言ってもそのその後こうやれってこう笑いに変えれるし、あーわーこれも辛さも楽だろうなって、怒るとこ怒って褒めるとこ褒めて、であいつは逃げないから、原監督にもし大輔ヘッドこうじゃないかって言われても申し訳ないって言える、そこの潔さものすごくあったの大輔って。で実は私生活もちゃらけて見えるけどものすごいきっちりしてたの。大輔が門限破ったってあんま聞いたことないの。だ大輔と外行ったのってあった、宮崎キャンプで飯食い行こうっつって大輔とあと川辺かな、でっかいピッチャー行って連れてって、うん、で大輔と行ってスナック行ったりとかクラブ行ったりするけど、デーブ門限門限帰るよ、いいんじゃないか今日っていい帰るのって言って帰ったことある。真面目なんですね。そういうのがきっちりしてるから、だから適任だったね。ただその世間ってのはみんなやっぱバラエティーとか出てると、うん、バラエティーってさ、タレントっていう言葉ってさ、はい、才能ってことじゃない、タレントって、はい、直訳タレントは才能ですよね。そう、才能だから、はい、だからバラエティーであんだけその、うん、たくさんのプロの話し家の人たちと出てる時点でバカじゃできてないわけ、漢字が読めないだけだから、はい、あいつは台本なしでやると自分を発揮するっていう、うんうん、だからそういう中で宮本さんにしろ、はい、大輔にしろ、やっぱりそのそういう部署でやれた人だから、うん、もう本当にその才能を今タレントとして発揮してるって言えるなと思って、今日は列伝の中に、はい、もうその特殊な列伝、はい、そうでしたね、元木大輔をお話させてもらいました。はい、ありがとうございました。このチャンネルが面白いと思った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。